どうもー、世界が近い100億人の方の皆さん、おはようございます。原西です。はい、1月26日の朝です。はい、はい、まあ今日のね、まあ、ちょっと前ができたお店があるのでね、そこにまずは行って、行きたいなと思いますね。ですね。はい、なんかもうちょっと打てる店増やしたいね。はい、確かにね、なんかもうちょっとね、こう開けてくれるようなお店があって、ガツンと稼げるのね、そんな日があってもいいかななんてね。そうですね、うん、今行ってる店は、まあ、常にちょいボーダーちょいくらくらいの調整なんでね、もう期待時期大幅に高いぜっていうのはしてなかなか取れてないけどね、まあ稼働できなくはないレベルって感じなんですけどね。まあね、いつまでもね開けてくれてるんだから今の状況でずっといいんだろうけど、動画も撮りにした今のままだとね。じゃあ行ってきます。はい、行きます。どうもー。はい、今日の結果発表します。はい、今日はですね、昨日僕が打った北斗無双アマデジはですね、まあ、含めて2台打てるので、2台、北斗無双アマデジを1日打ちました。はい、はい、で最初、ね、11時ぐらい、ああそうか、まあ、11時ぐらいからか、はい、まあほぼ1日です。失礼しました。はい、ね、回転数的には今日最初ね、僕の台が35回とかからスタートしたんですよね。うん、ヨーヨーと思って、まあその後も下がってて、まあ、20割ることはなかったんですけど、うん、まあ、後半やっぱさすがにあの区切りでそこまで満塁だろうなと思ったんですけど、まあ僕の台が 19.2 で、柴田さんがまあ 21.5 ぐらいですね。そんぐらいだね。はい、よく回ってくれるね。まあ十分じゃないですかね。ね、と思います。某雑誌では10日ボーダーが 19.2 とかって最初書いてあるんですけど、あまり、でも16ぐらいだと思います。はい、実際は、そうね、残保留とか入れたりとか、雑誌は電柱めちゃめちゃ減るっていう多分計算してるので、はい、だろうね。イエス介入までは込みで発表しないだろうな。むしろ増やせるんでね。ね、はい、すごいよね。うん、今日 21.5 ぐらいだと時給2,300円ぐらいで多分出ちゃってるはずだ。3.63 の持ち玉 100% で、そのくらいですよね。そう、はい、あとはまあね、回転数にもよるだろうけどさ、時速のね、まあ、大体そのぐらいだと思うんですよね。そうですね、うん、ただ結果的にはいくらだったっけ、3万か3万5千ぐらいだったと思いますですね。はい、回転数良かったんですけどね、まあ全然当たらないわ、単発多いわ、久しぶりにラッシュ入っても、続かないわと、いう感じで、しかも僕に関しては2回当たって2回1回転目は絶対へそ掘り消化しちゃうんで、あの2回へそ掘りで当たっちゃうわっていうね、あれはちょっと怖いと思いますけど2回はな、やりすぎだな。まあやりすぎてはしょうがないけど。95分の1をね。はい、とんでもない確率だよね。まあしょうがないわな。まあ、言うてもちなみに、あの、まあ、なるべく保留ゼロで当てる努力はしているので、保留ゼロで当てた方が、そうすれば保留消化しないので、半分ぐらいは保留ゼロで当てるんですよ。まあ、入賞した瞬間に、まあ、緑保留以上か、ブラザーフラッシュだっけ、あったね、あれ多分ザコキャラになってるよね。でもブラザーなのか、ザコブラザーって分かんないですけど、まあまあまあ、なんかフラッシュうるさい予告があったらすぐ止めるようにしてるんですよね。はい、だから半分ぐらいは掘りずれやってるんですけど、まあそこは回転目のへそはちょっとしょうがないところではありますね。だね。
西村さんがね、今日ホープを初めて打ちましたよね、僕とのそのアマレジ。うん、初打ちだったね。はい、うん、だからね、あの、レンちゃんちゃんとした時は面白いんでね、ちょっとそこは味わわせたかったんですけど、うん、あんまり味わえなかったですね。うん、うん、まあ、それなりに楽しかったけど、うん、やっぱあの、今回、まあ、多分初の試みになるのかな、うん、もうアマデジを一日中カメラずっと回す。あ、俺はもうね、そっちに集中しちゃっててさ、うん、もう疲れたから、しんどいっすね、でもね、普通に疲れたから。で、初打ちだから、その止め打ち方法もね、若干違うから、はい、319のホフト無双と、うん、それもやりながらだから、もう疲れた、大変だった、うん、よく今お伝えしたね、これね、ずっとね、こうやってってね、つらっててそう。で、あとね、ちょ、店員さんに変な目で見られないようにさ、はい、その、ちょっと手、気を配ったりするじゃない、はいはい、うん、それも相まるからさ、うん、もう大変だよ、もうしっちゃかめっちゃか。確かに、わかりますか、うん、気遣いすぎてね、いろんなことに、はい、うん、だ、ちょっと撮影に関してはね、ちょっといろいろ考えなきゃいけないね、うん、アマデジに関してはね、うん、今日結構撮りましたけど、ずっと使うわけじゃないじゃないですか。いや、使わないよ、ね、使えないよ、逆に、うん、どうするかですよね、うん、どういうの見たいですかね、あの、アマデジホフト無双、大当たり特集なのか、通常時の大当たりね、たくさん弾けたので、そういう特集を見たいのか、うん、どうなんですか、その辺だよね、うん、激アツ集みたいにするか、うん、どうしようかね、全部繋げたらやっぱ2時間になるんですよ、うん、もっとする、時短突破した瞬間が見たいのか、はいはい、それも結構魅力じゃないですか、あの、ラッシュ入ってすぐ当たるのを見ていきたいのか、うん、難しいですね、問題は、うん、そもそもみんな知ってる？結構知ってる？この台、うん、この台の存在のこと大体知ってる？マジックする人も、まあ、それは北斗無双の緑よりは打ってる人は少ないだろう、しょうけど、うん、まあスペック自体はまあ知ってるんじゃないかなと思いますけどね、うん、うん、そうか、じゃあ機種紹介みたいにしようと思ってる、うん、まあ、いやーねー、僕としては、うん、あの、緑よりこっちの方が好きです。マジマジ、あ、でもそっか、うん、なんでこんな流行るか分かんないって言ってたぐらいだよね、3、1、そう、うん、そうか、すぐ当たるしさ、時短突破した瞬間面白いしさ、うん、うん、技術介入効くし、こっちの方はね、またね、はいはいはい、はい、まあな、うん、そっか、俺3、1、9の方がいいな、なんかさ、まあ当然だけどさ、はい、軽く感じるんだよね、当たりが、はい、うん、あの、刑事とかさ、まあ北斗無双とかさ、うん、だったらでかいじゃない、はい、ボーンって出る、うん、確率高いからさ、それを考えるとなんかこう軽く感じちゃってね、1回のあたりが、うん、まだ連チャンしてないからなのかもしれないけど、うん、それはちょっとなと、なるほど、うん、はい、まあ、まだね、1回しか打ってないんで、うん、あれだけど、はい、うん、皆さんどっちが好きか、319か、ライトミドルもありますね、ライトミドルもあるし、ね、あまりじまるし、コメントでご意見いただけたらと思います。ぜひ、はいはい、319とライトミドルは同じ止め打ち方法、アマデジだけはちょっと止め打ちが違うんですけど、うん、全然簡単でしたよね、でも、うん、まあそうだね、半日打った時点でライトは分かったから、うん、まあ簡単な部類なのかもしれない、うん、うん、はい、ですね、です、はい、はい、うん、はい、そんな感じで、うん、以上で締めたいと思います。はい、はい、はい、明日も頑張ります。はい、頑張ります。はい、はい、じゃあバイバイ。バイバイ。